演武開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのいちごのフォンデュリングを食べたいと思います。なんか今まで聞いたことのない商品ですね、フォンデュリング。生ドーナツのように見えなくもないですね。ではいただきます。フォンデュってチーズとかなの？でもそれらとは違うような気もしますし、何をもってフォンデュリングという名前になっているのかはよく分かりませんでしたが、ちょっと固めのムースのいちごジャム、果肉からそれぞれいちごの甘酸っぱさを感じることができてとっても美味しかったです。いちごの三重奏ですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。